アンチ VS 佐々木ラブレター対決。イエーイ、イエーイ、白黒はっきりつけてやら、やられるさ、かわいそう。またあれですね、何かにつけてちょっとベルさんをめぐって争っていた佐々木さんとアンジでしたが、ゼップ東京で決着をつけることが叶わなかったので、今回この自宅待機配信で死を消しようじゃないかっていうことですよ。やってやろうじゃねえか。負けねえぞ。一応5分間かな、うん、5分間の制限時間の中で2人にもリアルタイムでラブレターを書いていただきまして、なるほど、その後それぞれ音読してもらって、まあ、審査員の我々が、はいはいはい、ベルさんが2ポイント、私とトコちゃんがそれぞれ1ポイントずつ持ってて投票して、どっちのラブレターがよりベルさんの心を掴んだか、まあ、ちょっと我々が1ポイントずつ持ってるの謎だけど決めようということで。お、ということで10、上を前、オッケー、やってやら、5、4、3、2、1、スタート。私喋んないのがいいのか、カタカタ頑張る、そういうこととか、まあ、ひたすら聞こえております。うん、果たしてどのくらい書き進むか、いや怖いな、もうほんと怖いもん。ちょ、書き出し書き出し。あ、ベルさんは見ていい感じのやつ、俺見ていいの、俺見ちゃダメ、いや、読み上げの時に知ってほしいかも。じゃあ閉じる、何が読み上げの時に知ってほしいやね。うん。その時に私の思い知ってほしい。ということで、お時間となりましたが、終了。5分ってこんなにも短いのか、ね、思いを伝えるのには足りないぞ。ねえ、ベルさん、あった、いや足りない、足りないよな、足りないぞ、はい、時間いっぱい使った心を込めたラブレターということで、はい、これから読み上げのターンにお二人には入っていただこうと思うんですけど、はい、どっちが先行後攻みたいなの決めてなかったね。じゃあ満を持して佐々木から。おお、ちなみにネタに走ってるかどうか聞いてよいよ、それによ、まあよかろう、よかろう。あの本当にエンタメ的な観点から先行後攻決めようとするのはやめてください。私は、うん、まあ、うん、本当の気持ちだけど、捉える人によってはネタかもしれない。なるほど。でもうちは本当の気持ち。おい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 、コメントの中で不安やぞ、これうち後から行くの不安やが。おい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 。多分どっちが言っても同じ。本当？本当？多分。じゃあ、佐々木さん。はい。お願いします。はい。最愛なるベルモンドオンチュ。オンチュっつったか。ベルモンドっていう名前かっこいいよね。ベ、そりゃ人気のある五十音でしょう。やったなおめえ。私も好きです。おめえやったな。まだ分からない。ベーコン、レタスバーガー。おい、やったな。やったな。きっと密かに人気ナンバーワンだと思う。はっきり、はっきりしてほしい。ベーコンレタスバーガーの中にベルモンドバンデラスの50音何個入ってるんだよ。ほんまやって思ってもうた。ベ、うん、バ、ス、お前もう人気ナンバーワンじゃないか。ベンバス、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 好きです、好きです。そうはならんやろ。佐々木はお前を愛している、大好きだー。いざカン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 、やったよね、これ。これなんか読むの嫌なんだけど。ねえ、やだよ。オッケー、じゃあ、ね、はい、アンジュさん、よろしくお願いします。楽しみだ。あ、音読もうしてよろしいということで。うん、大丈夫。画面に出てる感じ。あ、オッケー、ありがとう。流していこう。ディア・ベルモンド・バンデラス。改めてこういう手紙ってなんだか変な感じがするね。私たちが初めて話してからもうすぐ2ヶ月経つのかな。
あれを初めてなんて言っちゃうと、あなたは最初に話したのはもっと昔の新人さんたちの歓迎会通話じゃないなんて言うのかな。うわっつった、ね、なんて言うか変わってるね。時間が経つのが早い、なんて言っちゃうとありきたりすぎる。こっちね、ここ怪文書に被られてる。あの突末の時、ベルさんわざわざ外から話しかけてくれたんだよね。寒い中、周りにも人がいる中さ、わざわざ。もしかしてアンジュと話してたらあったかくなるって思ってたのかななんてね。その後二人でのデートの約束したんだっけ。確かあなたから誘ってくれたんだよね。この気持ちがまだ本物なのかわからないけど、ベルさんがいいなら私も準備はできてるんだよ。ねえベルさん、ねえ、何度も呼ぶな。終わりです。終わってる。なんか死んだ。死んだ。嫌だって言ったじゃん。これ自分がマジで許さねえからな。はい、終了。口頭で結果発表読み上げますね。はい、はい、ちょっと待って、やばい、緊張してきた。見ないようにちょっと目そらしてから早く、ね、早く、いくよ、結果発表。怖いよ。佐々木さん2ポイント、アンジュ2ポイント、ヒキ負け。嘘やろ。そう、え、嘘やろ。どっちだ、これは。どっちだ。気になるところでしょ。ね、内訳次第よね、これはもう。これはね、おい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 、私とトコちゃんが1点ずつ持ってた審査員ポイント、はい、全部佐々木さんに振り込まれた。なんでだよ。しかし、それも嬉しい、まあ、それも嬉しい。ベルさんが、ベルさんに2ポイント振り込まれてます。ベルさん、なんだ。